こんにちは、RC デザインスタジオの高橋です。今日は地盤調査についてお話ししていこうと思います。先日お客様とお話しさせていただいた時に、地盤調査についてご質問いただいたんですが、ハウスメーカーさんがよくやっているスウェーデン式っていうのと、RC デザインスタジオでやっているボーリング調査と何が違うんですかっていうことで、その時この2つについて口頭でお伝えさせていただいたんですけども、口頭だけではやっぱりちょっと絵も浮かびづらいし、わからないことも多いかなと思ったんで、今回は写真も交えながら地盤調査についての動画を撮ってみることにしました。今回の動画の目次です。1、地盤調査の目的。2、地盤調査の種類。3、それぞれの地盤調査の具体的な方法。4、まとめとなっております。まず地盤調査の目的なのですが、建物などを安全に建設できるか判断するために地盤調査を行います。地盤がどの程度の建物の重さに耐え、沈下に抵抗する力、自耐力というんですけども、それを持っているかっていうのを調べます。またその調査結果をもとに建物を安全に支持するための方法を判断します。例えばその土地が軟弱な地盤で建物の荷重に耐えられないと判断されれば、地盤改良などの適切な対策を行います。また、建築基準法でも地盤調査を行うことが義務付けられています。これは阪神・淡路大震災によって甚大な被害が発生したことへの反省に基づく対応で、2000年に改正されて地盤調査が義務付けられるようになりました。建築基準法を一部抜粋しました。建築基準法施行令38条。建築物の基礎は建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ地盤の沈下または変形に対して構造体力上安全なものとしなければならない。建築基準法施行令93条。地盤の許容応力度及び基礎部位の許容支持力は国土交通大臣が定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならないと書かれています。具体的な地盤調査、地盤改良の方法などは告示により定められています。地盤調査の種類の一般的なものはこの3つです。1つ目が平板採火試験と、これはプレハブや物置などの簡易建物を建てる際の調査に適しています。と、2つ目が SWS 試験、これは略称なのでスクリューウェイト貫入試験。もともとスウェーデン式サウンディング試験って言われてたので、スウェーデン式っていう人も多いです。これは同じことを示していると思ってもらって大丈夫です。主に木造戸建て住宅で最も一般的なのがこの試験です。3つ目がボーリング調査。ボーリング調査の中にもいくつか種類があるのですが、最も一般的なのが標準貫入試験です。 RC 造、鉄骨造、中規模から大規模の建物を建てるときに採用されるのが多いのがこの試験です。それぞれの試験は一体どんな調査をしているのということで、調査の仕方を簡単に説明します。1つ目の平板採火試験は、試験地盤面に直径30センチの円盤を設置し、ここに垂直の荷重を与えて、荷重の大きさと採火板の沈下量との関係から地盤を調べます。荷重は実際の構造物に見合う荷重をかけるため、重機やトラックを使用します。次に、平板採火試験の特徴と注意点です。実際にかかると想定される荷重を直接かけて試験するので、地盤の正確な支持力を確かめる際に役立つ信頼性の高い調査方法です。また、シンプルな調査方法なんで、調査時間は4から5時間と短く、プレハブや物置などの簡易建物を急ぎで建造したいときに向いています。注意点としては、試験方法からも分かるように地盤表面の調査しか行うことができません。荷重をかける円盤直径の2倍の深さである60センチ地点までしか測定することができないです。また荷重をかけるときにトラックや重機などを用いるので、それが入るスペースが必要です。2つ目のスクリューウェイト貫入試験、これは地盤にロッド、鉄の棒を垂直に突き刺して、その沈み方から地盤の硬さや締まり具合を調査します。ロッドがスムーズに沈んだ場合は地盤が弱いと判断し、逆に沈みにくかった場合は地盤が硬いと判断します。だいたい戸建て住宅の場合だと敷地がある、
端っこ4箇所に取って、あとプラスでこの真ん中を取って試験します。でこういった感じの簡易的な機械があるので、これで調査します。 SWS 試験の特徴と注意点です。適用範囲は深度10メートルから15メートル程度です。ただ10メートルを超えるような調査はロッドにかかる摩擦力が大きくなるので精度が低くなります。そこで一般的には10メートルまでの調査で採用します。戸建て住宅の場合、5側点、建物の四隅と中央1箇所を調べることが一般的で、調査時間は半日程度です。機械が小型であることもあり、簡易で早くて安いことから、木造戸建てでは採用率ナンバーワンの調査方法です。注意点としては、この方法では液状化の判定が行えないので、液状化の判定が必要な場合はボーリング調査が必要になります。また、換算 N 値30以上を連続して総圧10メートル以上を確認する場合、つまり地盤が硬いときは、ロッドがこれ以上進まなくなってしまうので、他の地盤調査方法を採用する必要があります。3つ目の標準貫入試験は、地面に穴を開けて円筒形状の鋼管を打ち込んでいき、地盤の強度の測定や土のサンプルを採集して地質の状況を調べる地盤調査です。具体的には試験は原則として深さ1メートルごとに行い、試験深度まで掘削した後、質量 63.5 キロのハンマーを76センチの高さから自由落下させて、サンプルを30センチ貫入させるのに要した打撃回数を N 値として記録し、土のサンプリングを行います。この写真のように、この掘削用のネジネジの器具をつけた状態で、試験深度までまず穴を掘ります。で、この先端の部分をこのサンプラーと呼ばれるサンプルを回収できるように穴が開いた鋼管の筒に付け替えて、と試験深度にセットしたら、この矢倉の写真みたいにハンマーを持ち上げて、でそのハンマーを自由落下させて試験深度にセットしてある鋼管を30センチ貫入させます。30センチ貫入させるまでに何度もハンマーを落として、そのハンマーを落とした回数が N 値、つまり地盤の強度として出てくることになります。貫入していったこのサンプラーの中に入った土でその地盤の地層がわかるっていう流れです。この調査では地耐力を調べるだけでなくて、砂質土や粘土といった土質、地層構成、地下水位が調査でき、室内土質試験用のサンプリングが可能なため、液状化判定や土壌汚染調査にも用いることができます。ボーリング調査の結果はこのようなボーリング柱状図として示されます。地面からの深さ、土の種類、土の層の厚さ、 N 値、坑内水位などが分かります。簡単に説明すると、地盤の断面図だと思ってください。ここが地表面、深さがここに書いてあります。 1,2,3,4,5、 最後が15メートルの深さまで調査したことが分かります。土の名前が書いてあります。この深度と合わせて見ることによって、この土の名前の層がどれぐらいの厚さを持っているかっていうことが分かります。地盤の強度を示している N 値はここに折れ線グラフとして出てきています。 N 値は、ハンマーの打撃数なので、0から50回ハンマーで打撃しているっていうことが分かります。1メートルごとに調査を行うのですが、サンプラーが30センチ貫入した時とハンマーの打撃数が50回に到達した時に、その掘削深度の調査をやめるので、 N 値の値イコールハンマーの打撃数は、50がマックスとなって示されます。ここに書いてある坑内水位っていうのが、ボーリング調査で掘った穴の中の水位です。地下水位の概ねの位置を測定することが可能です。ボーリング調査の特徴と注意点です。そもそも RC 図を2階建ての場合は、確認申請の際に構造計算書を添付しなければいけないため、ボーリング調査が必要です。構造計算書を添付しなければならない、鉄骨造、3階建て以上の木造などもボーリング調査が必要です。木造2階建ての建物は4号建築物といって、建築基準法施行令で定める使用規定を満たすことで構造耐力を有している住宅だと認められるので、木造2階建ての戸建て住宅ではボーリング調査が必須ではないということになります。その他の特徴としては、
調査可能深度、これは制限がありません。調査時間は1日から数日程度です。これは1日に進められる深度が平均して4メートルから8メートルのためです。戸建て住宅の場合は建物の中央1箇所を調査するのが一般的なので、だいたい2日で終わることが多いです。地盤の強度を示す N 値がわかります。土を採取するので地層と境界の深さを知ることができ、支持層の確認や地盤改良の際に土質を把握しなければいけないときに有効な調査となります。注意点としては櫓を組んだりしなければいけないので、4メートル角以上のスペースと高さも5メートル程度のスペースが必要になります。またハンマーを落とすので打撃音やモーター音がするので注意しなければいけません。最後、まとめに行く前に SWS 試験とボーリング調査の簡単な比較の表です。気になる方はこの画面を止めてご確認ください。対象建築物の規模は SWS 試験が小規模、主に木造戸建てなどです。ボーリング調査で行う対象建築物の規模が小規模から大規模、主に RC 造、鉄骨造、3階建て以上の木造が対象となってきます。SWS 試験は装置が簡単で迅速に測定できることから、ハウスメーカーを中心に1980年頃から戸建て住宅の地盤調査方法として採用され、現在では戸建て住宅の地盤調査方法として最も一般的なものになりました。戸建て用として普及していることもあって、調査は簡易的でサンプルを採集するわけではないので、土質は概略的にしか知ることはできないし、N 値も換算式を用いて出す値なので、ボーリング調査に比べると精度は低いと言えます。ただ2つの試験には調査の精度にも差がありますが、費用や調査期間にも差があるので、建物の規模に応じて適切に調査方法を選ぶことが大切かと思います。地盤調査のまとめです。地盤調査は安全な住まいづくりには欠かせない工程です。適切な地盤調査を行い、安心して住めるお家を建てましょう。建物を建てるときはいろいろわからない用語が出てくると思うので、お施主様の立場からすると地盤調査は特に馴染みのない分野かと思います。地盤調査は建物建てる前に行うことなので、とりあえずまあプロにお任せしてしまうのも多いかと思うんですけど、まあせっかくなら自分のお家がどんな調査で地盤が安全に確認されているかっていうのを分かった方がより安心して暮らせるんじゃないかなと思うので、今回動画にさせていただきました。もやっとわからなかったことがこの動画で少しでも解消されればよかったなと思います。また皆様のお役に立てる動画をアップしていきたいと思うので、ご視聴とコメントの方もまたよろしくお願いいたします。